口寄せの術が次の口寄せがお前は確かどこかの隊に増援に向かうべきだろう。わしらの敵は江戸天聖ではない、マダラだ。なんだこのチャクラは。なんだこれ。俺は二代目土影。おい、もう一人いるぞ。こいつはウチハマダラ。連合の新しい軍団か。これは戦争のようなんでな。おかろ。カトン、豪華滅却。水軍 3D 兵力。多すぎるな。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。勘違いするな。お前の作った力ではない。嘘だろ。なんだよこれ。みんな、できる限りここから離れろ。空を飛ぶ忍び。ならあれは岩の両天秤の小僧。2個目はどうする。大の木なんだ。これが陸道仙人の力。素晴らしい。少し確かめておきたいことが。口寄せの術。このチャクラマダラか。さっさと本体を取りに行きますか。いや、試したい術がある。オクトン樹海砲弾。
ナルト、今回は力を貸してやる。あいつに操られるぐらいならお前の方がマシだ。オーダマーラ戦団、オーダマーラ戦大連団、木首にもらったチャクラ一気に使っちまった。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大野木よ。綱田様、まぶいと言ったな。変装の術の用意をしろ。お考え直しください。命を懸けた時は別だ。だから今まで生きている。まぶい、転送の準備をしろ。二人分だ。四代目ほかげの術のはずでしょう。俺たちはもともと四代目ほかげを守る。ただし四代目と違って三人でやらないとできなくて窮屈ですみませんね。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだよ。ちょうどいい。これくらいでなければ試しがいがな。養豚妖怪の術。霧が来る。ナルト、こっちのマダラをわしらに任せ。必ずケリをつけなければならない責任がある。ここは安心してわしらに任せろ。勝つぞ。